ユニ。もう一度言ってくれる？私にあの言葉を、ユニが私に伝えたかった言葉をもう一度だけ教えてくれる？そうだったのね。私にずっと言いたかったのは、この言葉を忘れずに伝えてくれていたのね。ずっと。大丈夫よ。痛くないわ。頭は少しも痛くない。だから。もう気にしないで。もう痛くないから。私ね、ユニを見て話をするたびに胸が痛くなるの。この胸の痛みがまだ過去の私が生きているって、ユニとの思い出を忘れてないって教えてくれるの。だからユニ、ユニは三原を殺してなんかいないわ。私だけはあなたを許す。あなたが犯した他の罪はあまりにも重くて深くて、どんな罰を受けたとしても許されないものかもしれない。でも私にしてしまったことだけは、それだけは私が許してあげる。ユニ、私を見るたび苦しかったわよね。胸が痛かったわよね。そうね、私たちはお互いに痛みを与えることで生きていると実感するの。言葉を失い、記憶も失ってしまったけれど、お互いに向き合いながら、痛みを感じながら、一緒に罪を償って、生きていきましょう。